ディ・プランクはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ゲティスバーグ出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。ニックネームはゲティスバーグウェディ。通算326勝を挙げ、フィラデルフィアアスレチックスを6度のリーグ制覇に導いたサワン投手。プランクは南北戦争の激戦地であったゲティスバーグ出身で、地元のゲティスバーグカレッジで野球をしていた。1901年に アスレチックスに加わり、メジャーリーグにデビュー。翌1902年からは4年連続で20勝以上を挙げ、この間チームは2度のリーグ制覇を果たす。以後1914年までのアスレチックス在籍期間では20勝以上を計7回達成している。またシーズンの防御率が3.00を超えていたのは最初の2年だけで、 あとは1917年に引退するまでずっと防御率に天台で投げ続けていた。ただ当時のアスレチックスは後に電動入りするルーブ・ワッテルやチーフ・ベンダーら分厚い投手陣を抱えており、プランク自身の先発機会も年間40試合ほどであったため最多勝利などのタイトルには縁がなかった。1915年、この年創設されたフェデラルリーグに移籍。 セントルイス球団で生涯8度目の20勝に到達し、サワン史上初の通算300勝も達成した。翌年リーグ解散に伴ってセントルイスブラウンズに移籍。1917年シーズン終了後にニューヨークヤンキースへのトレードが一旦成立したものの、結局ヤンキースでは登板しないまま現役を引退した。余談だが現役時代には、 シーズンオフに、ゲティスバーグ戦績公演のツアーガイドを知っていたそうで、ある。1926年に生まれ故郷のゲティスバーグで死去。1946年ベテランズ委員会により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。現代の野球でも数少ない、左横手投げで、大きくスライドするカーブを持ち味にしていた。打者にとって避けがたい球種だったのか。 通算での良し球数は、ウォルター・チョンソンに次いで、メジャーリーグ歴代2位の多さである。また、投球間の間合いが非常に長く、相手チームから抗議を受けることもしばしばだった。アスレチックス球団通算記録、ありがとうございます。